ナンバー・アイ×イブ・サンローラン・フレグランス・リーブラ自由なきらめきを表現するデジタルコンテンツが公開。10月に誕生したユニットナンバー・アイがファッション業界の巨星であるイブ・サンローラン・フレグランスのリーブラとのコラボレーションによるデジタルコンテンツを20日、o ック・ジャパン公式サイトで公開しました。 この特別なタイアップは自由な精神を象徴するリーブラの香りとナンバーアイの力強く前進する姿勢が交わる瞬間を捉えています。ナンバーアイは平野市要、神宮寺ゆ太、た、岸ゆ太によって結成された新進気鋭のユニットで、その活動は後半で多岐にわたっています。今回のコンテンツ公開は彼らが自由に焦点を当て、 そのテーマ性に共鳴するイブ・サンローラン・フレグランスとの協力によって生み出されました。ナンバー・アイ・ホケイクル・リーブラ、自由な香りの表現。ナンバー・アイの3人は、リーブラの香りに触発されながら、自由には無限の可能性がある。飾らず、素直に、自分らしく。僕は自由に新たな物語を綴る、という言葉で繋がっています。 リーブラは、その名の通りフランス語で、自由を意味し、そのアイコンフレグランスは、マスキュリンとフェミニンを融合させ、ジェンダーレスで、特別なオーラをまといます。クールでセクシーなフローラルラベンダーの香りは、力強く前進し、挑戦する存在を象徴し、リーブラの香りとともに、自由なきらめきを大胆に表現しています。デジタルコンテンツの魅力、 ナンバー・ I 外部サン・ローラン・フレグランスと共同制作したデジタルコンテンツは、彼らの自由な精神と、リーブラの香りが交わる瞬間を捉えたものです。このコンテンツは、単なるプロモーション以上のものであり、視聴者に新しい視点で香りとアートが交わる美しい体験を提供しています。インタビュー、新たな挑戦に迫るナンバー・ I このコンテンツ公開に合わせて、 ナンバー I のメンバーによるインタビューも注目を集めています。3人は自分たち自身について、そしてこれからの新たな挑戦について率直な言葉で語っています。彼らの視点から見た自由や挑戦、そしてリーブラとのコラボレーションが彼らのアートとキャリアにどのような影響を与えているのでしょうか インパクト、ナンバーアイの表現力と、リーブラの香りが融合。ナンバーアイのメンバーが、リーブラとのコラボレーションにおいて表現した自由なきらめきは、視聴者に強烈な印象を与えています。ジェンダーレスでありながらも、マスキュリンとフェミニンを見事に融合させた、リーブラの香りが、彼らのクールでセクシーなパフォーマンスと見事に調和しています。 この協力プロジェクトがファッションやエンターテインメントにおいて新しい視点を提供していることは言うまでもありません。ナンバー i v e SANROLAN f r e g r a の未来、ナンバー i とイ s サンローランフレグランスとのコラボレーションから生まれたデジタルコンテンツは芸術と香りが見事に融合する傑作となりました。このプロジェクトを通じてナンバー i は新しい挑戦に立ち向かい、 その自由な表現力を余すことなく発揮しています。一方で、イブ・サンローラン・フレグランスは、リーブラの香りを通じて、新たなアートの可能性を模索し、ファッション業界において革新的なアプローチを提示しています。今回のコンテンツ公開とインタビューを通じて、ナンバー・アイとイブ・サンローラン・フレグランスの新たな一歩が示されました。 彼らの未来に期待が高まる中、リーブラの香りが彼らの旅路を彩り続けることでしょう。